ちは、暇陣営です。で、今の画面は何なんだと思われる方が多いと思いますが、新しいことをやろうかなと思いまして、すべてのことをルーレットで決める的なことですね。リーダーモンスターとダンジョンですね、ノマダン、スペダン、テクダン、ランキングダンジョンをすべてランダムでルーレットで決めるという企画的なものです。サブモンスターもですね、最初はランダムで決めよう、ルーレットで決めようかなと思ったんですが、いやでもやった方がいいのかな、でも作ってないんですよね、偏っちゃうと思うんですよ、僕がやると。そういうのって僕一人でやるとおそらく偏っちゃうと思うんで、今は外し、今回は外します。次回動画のコメントでなんか募集とか、なんか書いてくれると嬉しいかなと思います。タブとかリーダーで使用するモンスター、なんでこの動画見終わった後にやってくれるか、やってくれると嬉しいです。さて、回したんですが何が出ますかね。個人的にはネタで入れたモルボルワーストっていうやつにやってほしいんですけど、リーダースキルもなんもないやつなんですけど、あるか、まあ僕が進化させてないんで。お、ベアー、ベアー、1回目からベアー、これはパズドラー的には嬉しいことなのか。どっちだこれ、佐野入ってる、佐野か、フレンドいないんだよな。バステトにしよう。ああ、佐野か。フレンドはバステトで妥協しますかね。あ、フレンドも、ルーレットで決めちゃおっか。今回作ってないから、後でいっか。次回からフレンドもランダム、ルーレットで決めましょうか。では、次、行きましょう。ノマダン、テクダン。ランキングダンジョン、スペダン、どれに行きますかね。ランキング、じゃあ覚醒佐野のパーティーでランキングダンジョン挑戦していきたいと思います。ではでは、しばらくお待ちください。お待たせしました。では行ってみましょうか。サブはこんな感じです。でやっぱりフレンドに覚醒佐野いなかったんで、バステトにしました。いやー、初っ端から企画がぶっ壊れたっすね。普通こういうのって佐野と佐野だよな。まあいっか。では行ってみたいと思います。スタート。さあ、何分でクリアかな。よし、さあ1層目は着々と抜いていく。抜けない。やはり佐野が足を引っ張ってる。あさあさあ、どうすかね。これでリフト付けしたんで、いやー、しぶち突破です。大変だな、俺結構かかりそうだぞ。さあ、軽減が効いている。おー、間に合え、だったね。あー、でこれで16コンボです。そしてキドロップが1個しかない。どうだー、いけた。さあ、3層目はなんだ。あ、3層目はセイレーンですね。これはなんか順番だったはずなんで、なんかキドロップが来るまで適当にやりましょうか。はーい、だ、見つった。さあ、揃いました。あー、消えてった。消えてった。はあ、いけた。結構いった。バインド。これはやばい。痛いです。超痛いです。これは負けたんじゃないでしょうか。あれ、滅び食らった。あ、これはワンチャン耐えれますよ。これはまだ大丈夫ですか。だが、ポイントが着々と減っていく。やばいぞ。はい、減りました。これはどうしよう。はい、どう、まあ思ったより時間がかかっております。バインドが結構痛かったです。
そしてビシュナが溜まってるのに打っていかないという、ああやっちゃったねではでは打っていきましょうか。あああれちょっと待って、確認オンにしてるよ、やばい。まあいいや、このままやっていきましょうか。そして足らない、そして足らない、ちょっと足らないよ、ちょっと足らない、ちょっと足らない。さあ打ってこい、よーし、あ消えてった、あーっと大丈夫だった、よし足りてますね。いやーよかったよかった、さあ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 、あーっと変換、あー大丈夫だった、さあ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 、いけるか、おーっと落ち込んで7番棒12倍出ました、最高火力ですね。そしてドロップがない、どうしましょうかもう不安なんで変換しちゃいましょうか、最後で使う予定だったんですが、よいしょ、はいといった、はい、あーちょっと間に合わなかったな、3コンボ、あやばいっすね、これはまずいっすね。でも通常攻撃だけだったはずなんで耐えれるかなはい、さあ来い、キあ振りやすくなってない、ああまずい、まずいんじゃない、まずいんじゃないかな、これまずいんじゃないかな、耐えた、よかった、通常攻撃の、さあ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 、まさかのスサノオさんが溜まっております、11ターン経過しましたねこれでさあ打ちやすくしましょう、最後なんで、最後じゃねえわ、次はあれですね、そしてまた減ったくそ、まあ今回はあるんで大丈夫ですね、大丈夫か、大丈夫です。さあタイムが着々と、やばいやば、タイムやば、残り80秒しかねえ、何しよう、これまずいよ、超まずい、ちゃっちゃまずいかな、ワルキリ打って諸葛亮打ちますね、でバーステッド、さあ行きましょうか、さあラストです、さあ華麗に指操作時間増えたおかげで華麗に決まりました、残り40を切らない、よしギリギリ、いやー50秒切りましたね、あ 50秒以外だった、42秒ですね、いやーギリギリでしたね約5分やってましたね、おー結構楽しみだなこれサブもランダムで決めた方がいいかな、多分その方が楽しめますよね、クリアはどうか分かりませんがタイム見いきましょうか、6コンボ2万、おっと5万2000ゴンさんより低いてかあれだけ遅れたのにゴンさんより1万点ぐらいちょっと低いだけかよし、じゃあルーレットの動画はこれでいいですかね、コメントの方でルーレットの使用するモンスターとか書いてくれると嬉しいかなと、てか募集します僕がやるとおそらく偏っちゃうと思うんで、まあ持ってないモンスターとかだったら無理なんですが、持ってるモンスターがいたらルーレットに採用したいと思います、あとサブの方もですかね、他にはあとはあの当たり外れのモンスターとかも、あのホノピーとかタマトラとか、なんかまあとにかく外れ枠のモンスターの名前も一緒にコメントに書いてくれると嬉しいかなと思います。では本日の動画は、本日のルーレットの動画はこれで終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。